パリオリンピック、五輪、柔道女子57キロ級に出場したダリアビロディド、23イコールウクライナ、が14日、自身のストーリーズを更新。今日、私はウクライナ日本センターがウクライナにおける日本の支援を受けて開催した、日本の秋祭りに伺いましたと言葉を添え、写真や動画を公開した。写真、赤と白のワンピースドレス姿のビロディド。 日の丸をイメージするような赤と白のワンピースドレスを着用。靴には白いハートがデザインされていた。バッグも白で合わせ、紅白のコーディネートがひときわ鮮やかだった。会場はキーウ中心街に位置する超高層ビルロイヤルタワー。街全体が見渡せる屋上庭園はガラス張りになっており、展望スポットでもある。ビロディド自身もマイビューティフルカイイブと題し、 夕焼けも望むキーウ市内を撮影した動画も投稿。同屋上で行われたパーティーでは、タコのカルパッチョと見られる食事なども振る舞われたようだ。イベントでは柔道着などに加え、腰に刀を刺した侍のような格好をした男女や、和服を着た女性ら参加者と笑顔で記念撮影する場面もあった。21年、東京五輪では女子48キロ級で銅メダルを獲得。 本回のパリ五輪では57キロ級に出場して2回戦で船久保春香と対戦し、延長戦の末に惜しくも敗れた。